エチレンジオン、または二酸化二炭素は、構造式 O イコール、C イコール、C イコール O、分子式、C 二オーニノを持つ、仮説上の化合物である。一酸化炭素の二量体であり、オキソカーボンの一つである。グリオキシル酸の欠点とみなすこともできる。多くの製造の試みにもかかわらず、管理されたことも、繊維種として観察されたこともない。分子軌道の観点から、 線形のエチレンジオンの規定状態は、三重光であり、三重光の一酸化炭素は、高エネルギー粒子であるため、開示の速度は遅いはずである。しかし、分子が平行配置から歪むと、三重光と一重光のポテンシャル面が交差し、一重光への交換交差が許され、0 5ナノ秒の時間スケールで、開示が起こり得る。一方、アセチレンジオールと呼ばれる日課のアニオン C 尿22、 タイは、水のないところではかなり安定である。1940年代、デトロイトの医師ウィリアム・フレデリック・コッホは、この化合物を合成したと主張した。彼はこれを、グリオキシリドと呼び、糖尿病やガンを含む、様々な病気を引き起こす毒に対する、下毒剤であるとした。どちらの主張も確認されず、この薬品は、アメリカ食品医薬品局によって、フラウドに分類された。 ありがとうございます。